ポインの後ろ5番の金子、さあ誘導員をかわしていきます。2番の鈴木はどうするか、さあ後方から上がってきた、合わせて踏んでいく5番の金子、さあここは鈴木と金子の先行争いになっていく。さあ2番の鈴木が2番手を横に並んでくるが、5番の金子も懸命に突っ張る。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。さあ5番の金子の先行、2番の鈴木は2番手横少し浮いて苦しくなってきたか。さあその後ろ2番手、3番手あたりから9番の大沢のまくりがやってきた。さあ9番の大沢が一気に前段を捕まえていった。2番手ですが5番の金子が収まった。その後ろには3番の神田、その横4番の増面も頑張っている。4コーナーから直線、9番の大沢先頭、追ってくるのは5番の金子、大沢が押し切るか、金子追ってくるが大沢押し切った、ゴールイン、大沢が押し切りました。2着に5番の金子。